ボタン付けに挑戦しましょう。まずボタン穴を開けます。ボタンの大きさを測ったら開ける位置に印をします。穴を開けるときはリッパーを使います。リッパーを印のところに差し込んで押すようにして布を切っていきます。中ほどまで切ったら向きを変えて反対側の印から切っていきます。こうすると穴を開けすぎることがありません。ボタンがギリギリ入る大きさの穴を開けましょう。次にボタンをつける位置に印を入れます。穴の真ん中にチャコペンシルで印をつけます。ボタンをつける位置の裏から糸を出します。最初は2つ穴のボタンの裏から糸を入れて、今度は表から糸を入れます。そうしてまた布に刺して軽く糸を引きます。この時に強く糸を引きすぎないように気をつけましょう。もう一度ボタン穴に糸を刺して裏に糸を出します。ここでは糸が太いので1本取りでしていますが、実際は2本取りでしてください。ボタンと布の間に少し間を空けておきます。そして次は針をボタンと布の間から出します。くるくるとボタンに糸を巻きつけ、ボタンの足を作ります。この隙間に布が挟まります。裏に糸を通して玉留めをすれば出来上がりです。ボタンを留めてみましょう。次は足つきのボタンです。こちらも同じようにしてつけていきます。裏から糸を出して ボタンの足の部分に糸を通します。そして裏側に出します。ボタンと布の間に針を出して もう一度足の部分に糸を通します。そして裏に糸を出して、もうこれで玉留めをします。足の分だけ浮き上がっているので巻きつける必要はありません。玉留めをすれば出来上がりです。
ボタン穴に通してみます。こちらもボタンの足が浮き上がった部分に布が挟まっています。